さあ皆さん、これから40分の審判の1分かける1分を価値として受け取って3000円以上の価値に自分で支払います。3000円の方がいいです。はい、右から行こうか。はい、大丈夫。はい、何失敗するのは、はい、いいですか。じゃあ、ね、まあ最初にやってくれるんだ、あの、はい、で、みんなの人に聞いてほしいんですけど、今名前なんだっけ、川崎がこれからやることは5分後の君ですから、あれですよ。ということは、どう聞かれたら助かるかはよく考えましょう。わかる？ね、もうがいいですね。気合を上げるためには。5分後の自分ですからね、これね。川崎が今。はい、じゃあ川崎は、何が出るんですか？はい、コメントで書いてくれたテーマを見てみてください。この後にどうやって調べるか、そしたらこれが分かりました。もし分かってないことがあったらそれも言ってください。はい、それを価値だとみんなが受け取ります。はい、それでリプスピーチしてください。はい、いいですよ。はい、行きましょう。僕は結構カメラで写真撮る
なるほど。で、まあ、そういうのちょっと調べてます。で、まあ、どうしてそういう思っちゃうのかって話なんですけど、やっぱりその地震雲とか、雲状の雲だったり、あとアメリカだったら、はい、竜巻が起こる前には、U ボート持ってきて、なんかこんな丸いやつが、はい、雲がなんかすごいブドウみたいに垂れ下がってる。なるほど、ね、雲の形が、ちょっと驚々しいみたいな、まあ、変な感じだなと思ったら災害だなと思っちゃうような、はい、まあ、雲もあって、だから例えば僕が写真撮ったのとかだと、なんかエヴァの、なんだろう、使徒の形みたいな変な、あ、なるほどね、わかんないけど、なんかそういう変な形もだったりとか、だけどやっぱそういうのは偶然起きてるだけであって、はい、なんか特別意味があるわけじゃないから、なるほど、いうのが、はい、思います。はい、いいです。はい、赤だし、上に見てもらっても兵庫県は赤なんです。で、まあ、これ偶
偶然じゃなくて、今日のやつなんですけど、偶然じゃなくて、はいはい、よく覚えてます、はい、で、調べた結果ここに、はい、ストブ山地になるっていう大きい山があって、はい、あ、ここまでじゃないここまではしてないんですけど、この辺は、はい、で、愛媛の観測して松山がこっちの方にあるんで、こっちなんですよ、はい、で、高知もここら辺で観測して徳島もこっちの方で観測して高松出てここで観測するんですよ、うん、で、山に、台風の風とかが当たって下降してくる風の部分なので観測地自体は雨があんまり降らないんですよ。へなのにこっちの方の高松だとここの方はちょっと山が先っぽの方なんで、うん、標高が下がってるんで雨が比較的降るんですよ、こっちに比べたら。なるほど、ね、なんで、観測地と高松市の中心街では雨の降る量が違うため高松市では雨が降ってても観測地点では雨が降っていないため警報があまり出にくいっていうところが分かりました。なるほど。なんで、まあ、その必ずしも警報が出てるから危ないとか、うん、警報が出てない注意報だから、まあ、大丈夫だっていう考えは良くないっていうところが。確かにそうですね、はい、素晴らしいです。すげー、素晴らしい。あ、俺なんか今の話は情報そのものだけでは価値じゃないのがよくわかる。わかります。情報はみんな溢れるように浴びてますけど、それただの情報でしかなくて価値ないんです。今みたいに解釈して初めて価値になるんです。素晴らしいです。次行きましょう。あ、次こっちか、次こっちか、こっちだね。大体知られるらしい。今寝てるって。あ、そう。あ、じゃあ先でもいい。はい、自分はオーロラについて調べました。おー、いいね。オーロラは太陽が出来て太陽出てるだけで、それは電子と火を広がって出来て、それが太陽の地球の大気にある酸素とか窒素の分子に当たって電子状態になって、それが電子状態に戻るときに、うん、波を出して、それが光る光源となる、うん、なので、起きる現象で、うん、元々オーロラっていうのは北極とか南極で多く見られて、でなんで赤道上とか日本の方で見られないかっていうと、うん、地球には磁場があって、はい、地球が終わったらなんかこういう風に磁場ができて、こうなって太陽があって太陽風っていうのはこうなんか磁場に沿ってこう行っちゃって、この辺にはできないで、うん、できないっていうことで、はい、オーロラの色に関してはその太陽風のイオンとか電子が大気中にある酸素の分子に当たったときは、はい、赤とか、赤とか緑の光を出して、うん、窒素にぶつかったときは赤とか青の色を出すから、そのオーロラはオーロラのできる高さによって色が違って、はあはあ、なるほどね。でそれでそのいろんな色が合わさってピンクとか紫とか緑赤とかいう色ができるっていうことで、うん、オーロラの形はすごいいろんな形があると思うんですけど、エネルギーの大きいオーロラを遠くから見るといわゆるテレビとかよくやるすごい微小の綺麗なオーロラが見れて、エネルギーの小さいオーロラを遠くから見るとあんまり色がはっきりしない薄い感じの微小のオーロラが見れて、濃い薄いもあるんですか。そうです。なるほど、色だけなんです。なるほど。とそのオーロラがよく見える
さあどうぞ。やばくない。大丈夫。はい、行きましょう。僕はちょっと何にも調べてなかったので、ウェザーリポートについて話したいと思います。はいはいはい。ウェザーリポートっていうのは、はい、まあ、ジョジョ第6部に出てくるマスターの名前で、まあ、天気を操る努力なんですよ。本当は、まあ、チーム能力は変える中で、カタツムリを暮らして、相手をカタツムリにしちゃうっていう、まあ、進化能力なんですけど、ラスボスに、その力が危険すぎるって言われて、まあ、ディスクの形でちょっと、まあ、一部の力を取られて、天気しか操れない能力になっちゃうんですよ。で、まあ、それが、天気を操る力なんで、なるほど。
雲がなぜ白く見えるかというと、太陽の光は雲の中の水滴に
とか九州とか、あの辺があったかいのかっていう意味やからですが、ニュースで見てる人だと思いますけど、今ちなみに日本で最高気温出したところってどこか知ってます？山梨県、山梨県、山梨県、確か、四万十川のあたりで、確かあの辺だったと思うんですけど、で、その最高気温をそこ出したっていうのを聞いてすげえなと思ったんですけど、調べてみたらその一個前のところが意外と僕たちのその関東の、埼玉県のところですね、あの熊谷とか、あと群馬とかの違う方が、でも今でも がすごい気温が高いっていうのを見て、僕はずっと不思議だったんですよ。九州が絶対暑いだろうなと。なるほど、なるほど。沖縄南国とか行っときながらもっと暑い街があるっていうのがすごい気になってて、なんで青かっていうのを調べたら、2つの現象が絡んでるらしくて、1つはヒートアイランド現象です。で、ヒートアイランド現象っていうのは、簡単に言うと、夏とか部活とかやってた人はコンクリの上に座るとめっちゃ暑い経験あると思うんですよ。ってことで、コンクリとか座ったりすると熱ってなる時あったと思うんですけど、なんかコンクリって日で温められるとその熱さがずっと残るらしくて、その結果空気が温められて、あのイメージしてほしいんですけど、誰？誰？こんな感じで、後ろはこっちっていうみたいな。なんとして、後ろはこっち。はい、で、最高だろ。何言ってんの、お前。イメージしてほしいですよ。東京とか神奈川って、コンクリが多いと思うんですよ。確かに。で、こっち側の風がよく吹くらしいよね。海風になるんですね。なるほどね。この辺になるんですよ。この風がヒートアイランド現象で温められる結果、その風がこの埼玉とかに結果まず温まるっていうことになるのと、なるほど、ちょっと上とか読むこの辺に、あの日光とかの山がめっちゃあるんで、日光ありません、その結果、フェーン現象っていう現象が起きて、フェーン現象っていうのはこう山があって、風がこう上に行ったやつが急激に落とされる結果、圧縮されちゃってなんか暖かくなるっていうのがありまして、なるほど、その結果としてこの埼玉のこの辺は暖かくなるらしいんですけど、調べてみたら熊谷市の隣ら辺に春日市とかいうのがあるらしいんですけど、春日市皆さんちょっとご協力お願いします。